はようございます。釣り子 TV です。これ、うわー、すごいね。可愛いサイズのジグが売っていたので、買ってきてみました。でもね、すごいね、しっかりした作りなんですよ。ただ、これ、キャスティングでね、360円で売ってたんですよね。で、裏にもまあ、いろいろ書いてありますけども、これは、ちょっと気になるなーと思ってね、一個買わなきゃーと思ってね、買ってきてましたよ。どんな感じのルアーなのか。あ、いた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 。刺さった。はーい、こんな感じですね。おー、はい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 。わー、小さいなー。これ。でもね、こんな小型なんだけどね、ちゃんとね、やっぱジグだから 5g は、確保されてるよっていうことで、メバル、アジ、カマス等の小型フィッシュイーターに対応、アシストフック、トリプルフック、標準装備、やや後方寄りの重心で円筒性に優れており、フォール中は不規則なキラキラフォールで猛アピール、初心者の方にも扱いやすいジグですっていうことで、こんな感じでね、書いてありますけども、これさ、360円で、ね、トリプルフックついてて、で、このティンセル付きのね、アシストフックもついていて、これで360円ってちょっとお値打ちですよね。今回ね、キャスティングで買ってきたんですけども、こんなパッケージでね、売ってるんで、ぜひね、見かけたらね、これね、一個ボックスに忍ばしておけばね、もちろんね、海用っていう感じではあるんだけども、これね、ちょっとね、バスの沖の円筒ボイルうちにね、使いたいなと思って、まあ、パワーフィネスタックルに P ライン組んであったりしたらね、それで、ツバシューンって投げて、で、沖の、ボイルとかにね、直撃させたらね、このサイズ感なんで、どんなバスでも丸飲みにしてくれるんじゃないかな、ね。で、食いに来たらね、このね、アシストフックとトリプルフックがね、ついてるから、最初から標準装備だから、このね、出してすぐ使えるんじゃないかな。で、小さいのにこの塗装のね、感じも丁寧ですよね。いやー、ちょっとね、年々ね、ここね、バイブとかいろんなね、ミノーとかいろんなものね、ありますけども、買いやすいお値段で、そんでもってね、こういう面白いやつがね、これはね、海釣りコーナーのね、ちょっとね、ワゴンっぽいところで見つけたんですけども、一つね、ボックスに隠しておくとね、絶対ね、いいんじゃないかなーなんて思って、こんなの買ってきてみたよっていうご紹介でございます。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら。360円 5g のね、スーパーいい感じのね、ジグを買ってきたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。